私は藤原の香織子、源氏物語の作者です。後に紫式部と呼ばれる私は最初東式部という女房名で通っておりました。こたびはその頃の悪夢のような一夜について語りましょう。さて、私と入れ違いで後宮を去った女房に清少納言という方がいます。面識はないけれど、あまりいい印象がないのよね。でも酔っ払いが嫌いという彼女の意見には同意するわ。糸をかす、糸をかす。早く帰りたい。おい、トゥーシキブルー。相変わらずしきたずらをしているね。はい、カビの生えた腐れ女ですので。自分で自分を腐る女とは本当に腐っているんだろうな。腐ってなら、この方は藤原の金刀様、名門の大割れで万事に優れた宮廷の長寿。宮遣いする前はどんなに素敵な方かしらと私も憧れていた。それがこんなにちっこくてうざいチビだったなんて、二度目の幻想砕けまくりよ。宮遣いなんて開けてびっくりの玉手箱だわ。女のユートピアなんてないのよ、藤子。なあ、カビ式部。はい。私は賢い女が好きだ。しかしそれを鼻にかけた女は好かん。君のように部をわきまえた立ち回りのうまい陰湿で盛しい女が好きだ。私は特別賢くはありません。分けるぞ。謙虚を装い注目をあざけるエクスタシー。あざけってなんか言わ、私たちはよく似ている。似てないわよ、チビ。今チビって言った？空耳です。いや、言った。いや、もっと言って。早っ。君には特別に私の影、いや私の顔を踏む権利を与えてやってもいい？私そういう趣味はありません。なるほど。しか見ない。また瞬間踏んでもいいって言ってるんだからって思って。顔じゃなくてもいいよ、彼女。誰も踏んでもいいから。おはようございます、金刀様。おはよう。なんでか顔が痛い。めちゃくちゃ踏まれてましたからね。誰に？富士の花に。飲み会なんて二度と行かない。